釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、まあ、今回もなんですが、釣りのね、入門編としてね、クリンチノット、ご紹介してですね、まあ、何種類かあるんでね、あと言い方もね、違うんで、ちょっと注意していただきたいんですが、クリンチノットというのはですね、もともとですね、ラインがね、粗悪な時代に作られたノットで非常に弱いです。粗悪というのはね、表面処理がね、ザラザラはしてないんですが、表面処理とかしてないんで、すっぽ抜けやすい、状態のものをね、抜けなくするためにね、作ったものを、インプルーブドクリンチノットと言って、今で言うね、クリンチノットなんですが、本来のね、クリンチノットは、ちょっとやってみますね。ラインを入れて、入れて本線ね、本線に4回で統一しましょう。1回、2回、3回、4回回して、ラインをね、こう下から輪っか、最後、初めに作ったね、この輪っか、ここにね、入れて、ただね、これで引くだけ。まあね、軽くさばきをつけていただいて、キュッと引いただけ。これでもね、表面処理がね、されてなくて、あまりね、ツルツルしてなかったんで、十分ね、結ばれたんですよね、これでもね、キュッと。今のね、ラインだと、この状態で結ぶと、こう、すっぽ抜けます、この辺にね。で、これではまずいんで、次にね、作られたのが、皆さんのね、知ってる、クリンチノットだと思います。ラインを入れて、これで1回、2回、3回、4回回して、ラインを輪っかの中に入れてね。で、折り返して、ここが違いますね。さっきはこのまま締めたんですが、この先糸をね、折り返して、輪っかの中に入れて締めるのが、今伝わってるね、クリンチノットと言われているものです。これはね、ラインのね、性能が良くなって、表面がね、ツルツルになって、抜けるように、先ほどみたいに、ね、スポンって抜けないようにするためにね、一回折り返して、で、ギューッと締めたものです。こうすることによってね、抜けを防止できるんですが、折り返すことによって、ここに折り目ができるんで、破断、劣化しやすくなるんですよね。それでね、切れるっていうこともあります。で、ダブルクリンチよりちょっと弱いっていうね、形になりますが、これがね、皆さんで呼んでるクリンチノット。インプローブドクリンチノットと言います。本来はね、クリンチノットの改良型ですね。インプローブドクリンチノットとも言います。呼び方がね、まあ地域とかね、その、国とかによって違うんですが、これがね、基本のね、一つ。で、これよりね、強力なものがあるんですが、これでもね、まあ、すっぽ抜けるね、危険があるんで、さらに、ね、抜けを防いだものもあるんですが、ちょっとやってみましょう。ラインを入れて、で、これ本線ね。本線に、1回、2回、3回、4回回して、またね、輪の中に入れます、こういうふうに。今度入れたら、これ、ここにできた輪ね、これをひねります。ひねった状態で輪を、輪っかの中に先糸を入れる。こういう状態ね。こういう状態で、キュッと引いて。で、ここにね、軽く椿をつけてやって、本線をゆっくり締めていく。キュッと。で、発線もね、軽く、途中でね、締めてやりましょう。これでね、抜け防止のね、
クリンチノットができます。でちょっとね、余り糸を残してカットで、ギューッと締め込む。でこれがね、すっぽ抜けしづらいクリンチノットね、簡単クリンチ。何種類もねあるんで、ちょっとね紛らわしいですが、代表的なやつでね、あとダブルクリンチと言われてるもの、トライデンノットと言うんですが、これもねご紹介しておきましょう。通称で、ね、ダブルクリンチノットと言われてます。ラインをね、輪っかの下からこう通して、ギューッと下から通して、もう一回ね輪っかの中に入れます。こういう、これ手順違うとね、また違う結びになりますから。で、ぐっとね、通していただいたら、今度ね、そのままこの本線の下に、ね、内側からこういうふうに巻いていきます。ちっちゃい輪っかで残したまま、内側、1、2、3。外側からね、回したりね、この輪っかの状態が違ったりすると、別の結びになります。面倒ですが、まあ一見見た目わからないですかね。でこれをね上に引きずり上げて、キュッとキュッと、これがね、通称ダブルクリンチノットと言われているんです。このね、この金具の、ね、部分がね全く交差してない状態ですね。これがね正しいやり方。裏表ね見てね、どっちかが、ここに重ねなってたりすると、まあ、違う結びになってますね。自分はねそれクリンチノット2と呼んでるんですが、そういう結びになってます。ちょっとね分かりづらいんで、あれなんですが、それとね、あと初めのクリンチノットなんですが、非常に太いライン、40ポンドとか50ポンド。まあ、あんまり一般的ではないんですが、太いラインの場合はね、どうしてもね、結びきれないんで、あえてね、先ほどのね、まあ、弱いと言って結びでも、もう締めきれないんで、ね、しょうがないんで、それでね、結ぶ場合もあります。非常に太いんでね、摩擦力が強いんで、より強くなります。抜けづらくなるんですね。こうやって一回通しのやつです。50ポンド以上の方がね、グッと通して、この結びこぶを下にグッと押さえて、で、この、ね、部分も刃で加えていただいて、ね、で、本線もキュッといく。ちょっとよれないように、今ね、ぐじゅぐじゅってよれましたが、これよれないようにやってください。夜だと思ったら、ね、切ってやり直し、ラインを入れて1、2、3、4回回したらライン入れて、太いラインなんでね、締め込むのが非常に大変です。ギュッと締めてからちょっと結び目を持ってホールド、キュッと、で端と縁で加えてキュッと、これで、ね、クリンチノット、太いラインね、50ポンドのカーボンとかこういったものが、ね、もう締め何回もね、くるくる回してね、締め、輪っか通して折り返したり、そういうことしてると、その折り返した部分がね、緩んできたりするんでね、締め切りなくて。まあ、締められるぐらいのね、パワーのある人だったらよろしいんですが、まあ、自分のようにね、まあ、あんまりパワーのない方は、このね、一回結びの、普通のクリンチノット。で、どうしてもね、抜ける心配のある方はちょっと劣化の恐れがあるんですが、インプルオブドクリンチノット、インプルオブドクリンチノットとか、ね、インプルオブドクリンチノットとも言います。
をやってください。これ折り返してですね。ちょっと面倒ですけどね。今回はね、クインチノットのご紹介させていただきました。まあ、ルアーとかにもね、直接結べるんでね、よろしいと思います。こう入れて、まあ、ルアーのなんかの場合はね、こう、スナップとかね、こういうのを使ってても、スイベルがついてなければね、こうルアーをこういうふうに回して、今の初心者よね、これ回して入れるんです。入れて、で、戻すやり方にしてパワーを上げるか、これ今戻したね、状態。で、結び目をギュッと下の方に持ってって、で、本線をギュッと引いて。で、端線もね、口で加えて、ギュッと縛って開けて、これで完成させるのか、先ほどのね、ダブルクリンチにするのか、もしくは、今の巻き方だと、戻したんですが、戻さない場合ね、もうちょっとルアー小さい小型のものとか使う場合は、入れて、ただね、こう回す感じ。ただね、回す回数はね、7回以上回してください。7回以上回して。そうじゃないとね、抜けます。細いラインの場合は。ここでね、1回入れただけのやつ。ギュッと。太いラインの場合はね、抜けませんが、細いラインの場合はね、スポンと簡単に抜けますんで、要注意です。7回以上ね、巻いてください。以上、今回ね、クリンチノットのご紹介させていただきました。またなんかね、リクエストがあればね、ご紹介させていただきたいと思います。それじゃあね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。当然ね、こういう、サルカンにもね、今の結び方適用できますんでね。ルアーやられない方もね、使うと思います。それではね、またルアーじゃなくて、釣り入門のね、結び方ご紹介させていただきました。